強化人間 C4621 レイブン、オールマインドはこれよりリリース計画に対する最後の障害、観測者たちの結社オーバーシアーの殲滅戦を開始します。彼らはザイレムをバスキュラープラントに衝突させ、コーラルを消滅しようとしている。あなたにはそれを内側から阻止してほしいのです。目標はザイレム制御中枢に仕掛けられたパラサイトモジュールの全破壊。これによりオーバーシアーが掌握している完成系統を正常化し、オールマインドによるカウンターハックでザイレムを強制停止させる手はずです。猶予はありません。ザイレムが正動回避限界ラインを超え、バスキュラープラント衝突が確定するその前に、確実な遂行をお願いします。オールマインドはオーバーシアー、始めましょう、レイブ。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始。オーバーシアーの仕掛けたパラサイトモジュールを全て破壊します。制御ブロックには我々が先立って潜入されたゴーストが点在しています。これもオーバーシアーカーラにより制御を奪われている状態ですが、無力化すればパラサイトモジュール。目標を破壊。この区画にはもうないようです。先に進みましょう。強化人間 C4621 レイ、こちらの戦況を共有します。あなたのハンドラーはやはり手強い。ボルター、無限ブロックの状況は？無人 AC が6機、いずれもベスパーのデッドコピーだ。そっちもくない。笑えないね、ボルター。以上、進めましょう。目標の破壊を確認。残り3機です。回避限界まで残り3分。あまり猶予はありません。
方が一手早かったようです。強化人間 C4621 レイトザイレム制御中枢に向かってください。ハンドラー・ウォルターおよびカーラ、この両名については私が対処します。やはり俺は笑えなかった。
化人間 C4621 レイブン、あなたの活躍によりバスキュラープラントへの衝突は回避されました。それからこちらの対処が終わったことも報告しましょう。人間 C4621 通常モード移行。